いよいよ戦いは準優勝戦の時を迎えました。モートレ締め切り G3 スズキカープラザカップ、まずは最初の準優勝戦がこれから行われます。対戦メンバーは1号艇香川支部の村越敦史、2号艇大阪支部の浜本雄一、3号艇は東京支部飯山康、4号艇岡山支部細川明人、5号艇浅賀支部の大久保慎一郎、6号艇埼玉支部後藤博史、以上のメンバーで行われます。リズムよく安定した着取りを見せてきたのが絶好枠で登場の1号艇の村越、そしてハンドルワーク的確だったのは2号艇の浜本。パンチ力を果たしてこの準優の大事な場面で反撃なるか、3号艇の飯山康。どうやらゆっくりとスロー正規3艇は侵入してきそう。そして彼を引っ張っていったのはこちらも予選2日目あたりからリズムは上昇しています、4号艇の細川明人。逆に予選後半苦戦が続いていましたが、準優前のレースで1着を取りました大久保が5コース、そして昨日2着の勝負が実りました後藤博史が大外6コースです。 G3 スズキカープラザカップ、いよいよ準優勝戦最初の第10レースです。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました、好スタート。際どいか、インと5コース1号艇村越、5コースから5号艇奥保、一瞬のマークはセンターから仕掛けていく3号艇飯山、打ち抜かったら2号艇浜本ですが、ただいまでスタートは審議中となっています。お手持ちの投票権大切にお持ちください。1号艇村越、2号艇浜本の突破の際ですが、2艇が並んで3番では3号艇飯山、さらには5号艇奥保。このレースですが、どうやらアクシデントフライングデーがあったもようです。お手持ちの投票権大切にお持ちください。1号艇の村越と5号艇大久保、この2艇はフライング返還欠場となりました。1と5の組に関する投票権すべて返還、お手持ちの投票権は大切にお持ちください。準優勝戦最初のカードから波乱が起きました。人気の1号艇村越と、そして5コースから攻めた5号艇大久保がフライング返還欠場となりました。先頭は2号艇浜本、2番手は3号艇山、3番手に6号艇後藤と236の体制となって西のリマークの旋回です。2号艇独走浜本、そして2番手は3号艇山、この2艇が抜け出しました。3番手ですが6号艇後藤が取り切って上位の台形、現在は236の体制となりまして、レースは最終周回、これから1番手に向かっていきます。なおこのレースは1号艇の村越敦史、5号艇大久保慎一郎がともにフライング返還欠場となりました。4艇が3周1マークの旋回から最後のバックストレッチです。2号艇浜本、2番手水槽、3号艇山、この2人が明日の優秀切符を手にしそう。6号艇後藤が3番手、4番手に4号艇細川ということになります。返還艇を差し引いて3連単236のオッズは 13.4 倍です。ラストターマーから最後の直線に戻りましたが、このレースはスタートで波乱がありました。第10レース準優勝戦、まもなくゴール、先頭2番の浜本五輪、2番手は3番の飯山五輪、6番後藤が3番手で五輪、4番細川が五輪。なお1号艇村越敦史と5号艇大久保慎一郎はともにフライング返還欠場となっています。